だって、助けてくれ。そんな。聞こえねえな。俺の左手が。お前らゴミでも痛いとか思うんだな。俺より腐った者が苦しむのを見るのは楽しいよな。助けや。虫キャラ。かたじけない。兵たちの敵すら取ってやれぬ我が身の不甲斐なさを思い知った。あんたのその傷じゃ仕方ねえよ。早いとこ帰って精進するこった。貴殿の名は。人に名を尋ねるときは先に自分の名を名乗るのが騎士道ってもんだろう。すまん。我が名はベルゼス。ダルク八世陛下にお使い申す。俺の名はアクス。ただの流れ者だ。しかし貴殿たった一人でよくもまあ。貴殿の腕を見込んでもう一つ頼みがある。貴殿も噂で聞き及んでいるとは思うが、今我が城、いやこの世界は大変な危機に直面しておる。どうだろう、今からすぐにでも我がダルク陛下に会ってもらえぬか。この世界がどうなろうと俺には知ったこっちゃない。俺は俺の興味あることでしか動かねえ。一体何があったんですか、アクスさん。まあどうしてもってんなら仕方ねえけどよ。もったいつけよって。その娘は。詳しいことは城に着くまでにおいおい話す。早くしねえと日が暮れちまう。まったくだ。ベルゼスはアクスをダルク王に会わせるため共にサータニア城に向かった。アルセアはそこで何が起こったのか理解できなかったが、黙って二人の後をついていった。